今つけてつけようとしてこう言ったの。いやで火つけてて、火つけてて、うるさいんだ、いちいちおっさん。老害だろ。でもカリちゃんと同い年ってことでしょ。カリちゃんのが俺より上。上だ。上だ。上だ。年齢も分かってない。そうでしょ。カリちゃんよく聞く。カリちゃん70。43。カリちゃん何歳？45とか。あ、みんな、ほんま俺これ今から電話する、全員と。いやだって僕あれっすよ、新潟の陸上大会で小学校6年生、6年生、5年生、6年生、4年生、あれ僕記憶も、ママリンが嫉妬してるわこれ。なんでママリンのダブルピースで大手配信者だけずるいって、もっとやっちゃう、触らなくていいです、バファリンどこにいるの、東京、いや東京だね、バファリンが誰かわからない、大阪にいたらね、来たらいい、こういう選手権もいたらインターバルスーパーサブみたいな感じで、いやいや、出とるっすよ、いや、俺は車で寝る、バファリンさん寄せてるんですか、あれご飯ですか、いや、寄せてない、たまたま、と似てる、あ、得意じゃん、一緒なんですよ、一緒、帽子とメガネと、早い、全部さ、全部一緒、そうそうなの、イケメンすぎだろ、これもう、あの、いやーこれ、バファリンって1個下でしたっけ、2個下、あ、2個下、うん、とんでもない、とんでもない、だってほうやんで、ね、わかりました、じゃあもうこれ本当こんな状態じゃ、なんかタイレースとか知らんけど、せいじさんもなんかせいじさんは飲みますよ、あら、お茶かなってますから、すいません、はい、黙ってお茶を、ウロンちゃん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 、何歳、てめえは膨大ってもそう変態じゃなくて、別にみんなが君は別に膨大食ってると思ってんだよ、あ、なんか俺そういうプレイ強要されてそうだもん、プライベートで、おでんとかでずっと膨大食ってるって頭おかしすぎた、どんなプレイだよ、すいません、タコワサタコワサもらっていいですか、タコワサタコワサ、あとハイボール2つください。わかる。ちょっとハイに。いや、これね、で、僕らの時なんかエロビデオですもんね。どういうところが好きだろう、エロビデオ。好きじゃないですか。え、今日ずっと見てた。じゃなくて、好きじゃない。あのね、知ってます？宗教の施設に24時間、何か、いやいや、宗教の施設に24時間洗脳されに行った時も、寝落ちはセブンさんでやったよね。あ、え、なんで知ってるんですか？言ってたやつだから。香川さんって私の配信めっちゃ見てるんですよ、配信じゃない、あの昨日話してた、話してた、昨日直接だった時に言ったよね、言ってましたっけ、そうそう、ツイートで言ってた、教室のことのグラだから、それぐらいだから、もう洗脳の中で絶対セブンが入ってる、1日24時間の中で絶対セブンが入ってるわけだから、確かに、最近俺僕のディキやったら、いつ人狼やるのかな、それ以外じゃブラックサンダーのこと笑ってんだっつって、いや、冗談じゃないですよ、リリーさん、ガチだと思うよ、リリーさんどこに、リリーさん香川さんいいの、リリーさんどこに、リリーさんどこに、何一ついいですよ、なんで俺がリリーさんどこに、なかなか影薄いから、なそれセブンさん、その逃げてるのって真剣だって、それはどうなんですか、何をしたら信用できるんですか、だってこの子ずっと男芸を言われるのが嫌だってやってなかったんですよ、そうそうそう、ね、ずっと嫌だって放送中にね言ってて、私はもうやらないから追加追加って、それをやめてフワッチで男芸やるかって言ってやってるんですよ、そこだから本気なんですよ、芸って言うだけ笑ってるもん、いやいや、あ、すいません、だって普通にかっこいいよみんな、いや昨日まで俺のことおじさんとか言って、うん、今日の移り変わりはおかしいだよ、だ帰っちゃうから、お年を思いました、あんたかった、あんたさん、ちょっとあの
弱すぎるから変えちゃうからだけの人もだからもうちょっともう一個押してくれるんだけどなんかないんだよね、パッションがあんまりそう答えになってないからパッションだからもう一個ゴリ押ししようとしすぎですよ、それだけでカグコはい、限界っすゲルマル、ゲルマルいやいやまあまあ、わかるけど、ちょっとなんかめまいがすごいゲルんですよ、これ仕事さないでしょ寝たいですよ、その足で。いや、ちょっと待って。待ってください。あ、そう、いちごミルク、そうね。いや、いちごミルクちゃんはね、まあ別に特にその、なんだろう、そういう仕事をやってる人でいろいろ聞けるから、教えて、アイテムくれるしね。ウーロン茶とゆず中華ネタが通じる人ほんま顔いないです冗談でそう言ってくれるそうそうネットインって、まあそうですね、うん、タカさんは中卒どうですか、クルちゃんはでも確かにね、ちょっとね気を抜いたら手をつけたくなってしまう隙がある子なのかな、誰でもいい気がするもん。いや、そんなことはない。だから俺も完全にこの人もビジネスの人って完璧に割り切らないと、だからつい触ってしまいそうになるから、僕はさめっちゃ上がる。そうでしょ、ボーナスってめっちゃ見るやん。どう？え？体とかじゃないですか。いやもうスタイルのタイプではないよね、だから。俺は違う違う、俺は来るちゃん好きです。あ、そうでしょ。ただなんかあのヤバい人です。ヤバい。ヤバいかな。ヤバいでしょ。ヤバい人好きじゃん。じゃあセレトだ。ヤバい人だってもっとヤバい人と付き合ってたもん。フルちゃんまだバスなんじゃない、まあ、この流れが嫌なのは分かんないけど、でもなんかちょっとこの話じゃない限りこれちょっとなんかもうドラメ変えるもう完璧やめますか、この話をしてください。うるさい。まあ、この辺なんでなんでそんなに飲むと泣いちゃうんですか。いつも泣いてるよね。あれでも寝たっす。これ泣かないっす。え、メンヘラ？いやいや、全くメンヘラないっす。あれ作り上げたもん。全くないっす。すいません。笑ってんだ。男の人ってあんま泣かなくないっす。俺泣かないって。めっちゃ泣いてるよ。だからあれは放送上のやつ。それも分かんないんだったら一緒にやられないかな。いや、これ知ってるじゃん、泣き崩れて、ね、画面からフェードアウトして緊張るしか映ってない時間とか8時間ぐらいあったんだよな、うん、悲しくて8時間ぐらいやってたんだよ。チックショがね、俺でも俺今日さ知ってるセブンさんがね一回二人別れたじゃないですか、巻いてね、あの後に言った言葉が、DM からめちゃくちゃ可愛いサムネの女の子が届いたから今チェックしてるんだ。はい、そう届いたからあんな大仕事した後すぐその子とホテル行ったけど早く帰ったみたいなの言ってた。やばいな、何しろ好きなのよ、女で。それでほんでまあ枠開けてで実はほんでブロックされてたって。でもやっぱそれカモフラージュでやっぱり結局はこうやってクルちゃんと会う間合ってるよね。だから結局ね、だってあれやったら俺ほんまに会いたくなかったら俺に連絡してきて佐川ここに来てって言えるよね。それだからいや俺なんか思ったんだけどセブンさんもやっぱり結構クルちゃんが来るって言っても乗り気なんですよ。でも放送の建前で言えない、やっぱりちょっとファンも多いからチェック。いやいや、この頃来て今4000かけてきたからな、タクシーで4000払ったから。そうよ、だからやっぱりクルちゃんも本気なんでしょ。だから重いじゃん、それで。ああ、見せたかった。ちょっと気になってるのは本当ってこと。ファンのガチで、まあ、今ここから何かあるとかでガチでこうちょっとまあ仲良くなりたいって。でもなんか無理してる感は否めないの。なんか数字のためとか今のためみたいな感じで本当に好きだったら絶対違うもん。 LINE 精査したら数字は絶対ないと思う。いや絶対違う。いやないと思う。本当に好きだったらね、DM なり LINE してくるっちゃ。いや俺ね、この人が本当数字のために今やってるんやったらもっと早く自殺してるよ多分。クソみたいな、あんななんか200人ぐらいとかでコメントがずっとクルちゃん可愛いの一言ぐらいしか流れない。でその200人出てぶち切れしてるんですよ。もう可愛いとかもうそんなんいりませんとか言って。そんなんじゃないよ。いや、ほんそんなんじゃないと思うな。
食べな。だっていくらでも円やりますからね、この円高知港。それをするんで、それはどうですか。すごいね。カバーかもしれない。じゃあ。これ食べた。お願い。今タコワサ入ってるから。何やってんねん。いや、これでやってるけど、あのね、この人ね、寄った時に顔を触るのと、なんか人に飯食わしてくるのめっちゃやんのよ。ほんで、だんだんそれエスカレートしてきて、顔をはたいてくんだよ、この正面に。あれ、もうガチイラつくんだよ。顔の、ここのね、正面こう向けくる。普通に切れるわ。鼻とか痛みたいな。ずっとなんかほんま勝負だった。え、どれぐらいの付き合いなんですか。もう10年ぐらいよ。10年以上っす。配信始める前から。え、そうなんですか。配信までやってなかったんですよ。俺の友達がめっちゃ香川さんのファンで、俺香川さんのこと知らなくて、香川さんという人がいるみたいな、でご飯行こうよって言って、よく分からずに飯行って。え、名古屋にいたの。岡崎、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 その時京都、京都にいたの。で、行ったの。岡崎鴨川の家宿行きましたね。会いに行ったの。リアトツ、ジュース、ジュースで鴨川、リアトツじゃない。そのこと覚えてる。覚えてる。ハマー乗ってた。覚えてる。マペさん、マペさんの野球。なんかその、食の暴君って言ってた。香川さんがめっちゃ飯食う。11軒飯食う。回るみたいな。俺は食ってないです。その時から付き合いです。で、その時配信者でやって。で、そう、でもほんま配信始めた時から結構当たったんですよ。ツイキャスで伸びて。いや、そんなことはない。いや、伸びた伸びた。で、疎遠になったんです。閲覧が増えた瞬間から違う人のことを。お前がお前が堕落してただけです。そう、だから堕落していったら、堕落していったら、もう俺のことは知ったことじゃねえみたいな感じでね。いや、そんなことないって。あるある、今まで香川君のことを尊敬してますから。あいつは今までは別になかったね。香川君のことがなんだかんだこう付き合いが出してくれて、めっちゃ好きになって今の。あ、なるほどね。その当時は別に香川なんて知らんもん。あ、まあ確かにね。金馬園のあれがあったから。ああ、そうっすね。香川知らんかったもんね、ショーン。いや、それいらんね、その一言。下手ないよ。かっこよかったよ。なんかね、面白いんですよ。ミニラが向かってる。ミニラさん来てるの。今なんかセイジさんのことも言ったじゃん、セブンさんが。ああ、そこはやっぱミニラも NG ワードなわけですよ。そうなんです。そう、もうセブンさん NG ワードなの。ミニラ来てない。書かれてました。そうそう、書けるこれ。俺も正直俺あんまり知らんから、はっきりさせておきたい。セブンさんはもう連絡取れない、その人。そうなん。どういう感じなんですか。でもそれを知っておきたい。ミニラさんいらないですね。いや、セブンさん的にいらんのわかるけど、どういうふうに絡みたくないかなんて NG なんて言えないです。名前も出したから。ごっつって大丈夫です。大丈夫。昔からこんなアホな。いや、ミニラさんね、私の家にも。もう二度とやめて。え、今ダメ。マジで、マジで俺マジ暴れる。暴れる。そんな中あるよ。そういう中でそうなったら誰誰誰誰系ね。いやほんまいらん。4年間野球やって、ガチで、ガチで嫌なんだ。ガチ本当に嫌なんだ。いつの間にか嫌だとかでも、いや、いらない。いらない。いらない。わかる、マジで。ちょっと待って、じゃあ、それはじゃあ、セブンリスナーからしても、嫌いとかいいの？嫌いとか、俺の中でいらないっす。嫌いとか嫌い、好きとかもないっす。すごい。もうそもそもいらないっす。いらない。ゼロ円で書いたい。まあ、まやこさん的な感じじゃないですか。ゼロ円で書いたい。ああ、なるほど、だけで終わらすんですよ。麻也子さん的な感じ。麻也子はいらない。いらないっていうか、そう、あの話題に出したくない。ああ、そういうこと。カイトです。それこそ友達とか、そういうこといらない。じゃあちゃうね、あの、なんで俺この話したかっていうとね。もういいって。で、わざわざ、言わないから。ただそれが、なんか流れるから、俺はどう拾っていいか分かんない。もう拾わなくてもいいです。わかった。いらないですよ。え、セブンさんハゲてるんですか。ハゲてないです。え、見たい。え、ちょっと見たい、嗅ぎたい。ハゲてないです。嗅いでみたいです。あ、寄ってやって、嗅いだらいい。昨日、俺今日風呂入ってない。俺も風呂入ってないし。風呂入ってないし。待ってんすか、笑うんだ。動画どうなんですか。やば、帰りたい俺。いや、入ってないだろ、これ。入ったわ。入ってないだろ。さっき入ったわ。すいません。髪の毛いいね。
もうですか。チェッチェック。いや、ほら逃げる。え、でもさっき入ったのに臭いですよ。嗅ぎます。いや、大丈夫です。臭いって言われてるもん、匂いたいって誰もいないんですよ、そんなの。いい匂いですって言われないと匂おうと思うけど、臭いんですって誰も匂わんからね。なるほどね。なんかみんながみんな言われたくないワードがありすぎて、なんか困ってます。ゼロワンって言われたら怒り出すし、前の子供って言ったら怒り出すし、みんなだったら怒り出すから。え、ウキョチだ、ウキョチだ。俺は別に正面かけただけだろ。別に関係ないよ、女も。何が文句あるんだ、俺。別に俺は何もないですよ、ワードは。全然大丈夫。あいつはもう、なんか、もうほんまにクソ生意気だよ。そうなの？そういうフォースを全部俺言えます。何でも。フォースってない。じゃあ、ここの空気を何とかしたいんだけどな、俺は。何とかして、よさそうなに。だってでも、はっきり言いますよ。今、パワーバランス的に言えば、トップですからね。確かに、そうそう。そうよ、トップだよ。ここがどう動くかによって変わりますよ。で、川越っていいのじゃん、ほんま。1万1000円貯めてやっていいんですか。え、交通費ちゃんとか、あ、あくまでのね、あくまでのね。元ユースとかくるちゃん、お金困ってんだって。いやー、いいです。いや、ダメ、ほら、もらえない。子供に何かあげて。え、それまで消えばだろ。いきなりそんな感じ。子供って女の子、男の子。女の子。そうなの。これはもらえないでも。子供に買ってあげて。お前さ、川越の噂とか聞いてんの。はい。どんなこと。子供買ってあげてほしいな。子供に。ただしヘルメット。まあ、じゃあ、あの写真見せてあげて、マジで。めっちゃいいね、あのヘルメット。いや、ほんと見てほしい。めっちゃいいで、あの写真。まあ、笑えねえから。あれ、いいにした方がいい。子供しようと思っちゃった、俺。あれ、ええねんな、ああいう系。子供の顔映ってないですよ。子供は出してない。それすごいよね。普通出すよね、みんな。可愛いんでしょ、でも。携帯なくなったわ。携帯なくなった、また。ADHD。嘘。ADHD なのかな。そこ2年くらいやって、ニュース。並ばれてみるから。やばいな。え、タクシーの中じゃない。いや、骨上がって。あった？なんなんそれ。見てほしい、本当に。これは、可愛い。全部見た。え、モデルさんやったらいいやん。でもお母さんにやめろよ、マジで。え、あ、違う違う、違う、今言ったらどっちかって言ったら、え、リスナーさん知らないの。え、メモだ、僕だ。リスナーさん見たことある。ちらっと映っちゃったことある。映っちゃったことある。ジノやってて。一人っ子。一人しかいないか。確かにほんまや。それが、この子が、あの子の声と全然ちゃうわ、今よく考えたら。ここってもめっちゃ僕の好きな写真あるんですよ。います。ちょっと落ちちゃうかもしれないですけど。終わった。落ちちゃう。探しようかな。終わった。で、だから弁護士。赤ちゃんのやつ。ああ、女の子。女の子なんだ。可愛いし。今のあれは女の子。言われました。何歳？4歳。いや、弁護士は持って言うんだろ。8年だったら休憩5年で執行猶予だよ。あ、私も明日一緒に名古屋行きたい。ああ、それがいいわ。ちょっとだから6日かな。もう4歳。まあまあ、っていうか、ヘルメットのやつは出てこなかったんだけど。まあまあ、マジで。ヘルメットあれが一番ほんまに顔をそのまま可愛いんだけど。あのヘルメットやつ、マジでヘルメットのやつ、そんな顔映ってないっすよ。いや、あのフォルムがめちゃめちゃ可愛い。やっぱあの、ママは死んだことにしてるの。いないっす。まあ、いないっつってんの。いないの。どうやって私が生まれたのって聞かれたらどうすんの。僕が生みましたって。いなかったことにしてんだ。え、その聞かれてないの。え、かわいい。何それ。あ、ヘルメット。ヘルメット。フルフェイス。これやばいやん、これめっちゃいいよ。これ後ろ向きなんですか。
フレースかぶってきて、で俺朝いきなりバーン開けて、パパーンカシャーンって、起きろって言って、で、これは朝起きて、ちょっと後ろ姿更新がやべえ、それやばいよね、バイクなんかあんの家に、マイク、バイク、あの、僕の甥っ子が単車乗ってるんですよ、あ、そうなの、クルちゃんがもし本当に名古屋行くっつんだったらそれは休んでもいいですけど、いいんですか、いやそれはもうしょうがないじゃん、いや来るね、それは、うん、でもそのセブンさんの、いや受け取れないです、ちょっと卵ちょっとくるんになって、うん、え食べないの、マスター痛風だから、じゃあ卵は大丈夫です、あの鶏卵はね、魚卵はダメだけど、あ、帰ろうかな、ちょっと待ってよ、車に見えないから、ね、ね、まあ、ね、もう時間だし、まあ、そうね、まだ3時だけどな、アルコールなんか3時間あれば抜けるしね、5時間あれば8時間か、お昼に、まあ、昼には帰るんだけど、あ、まあでもそうか、もう家は知ってるからね、行こうと思えば、それは昼間仕事してんの、仕事一本これ、いやいや仕事してる、これ一本じゃないの、一本でやったらふわちがってる、あ、そっか、あ、仕事してるの、あ、今ゴールデンウィーク中、そう、あ、何系の、これ営業、あ、そうなんだ、そうなんだ、仕事してるのガチですからね、ガチ、雨降ってる時仕事してる車で迎えに来てくれたんです、あ、そうそう、こうそうそうね、そう、結婚してる時はトラックだっけ、まだトラック、まあまあトラック関係、ね、関係だ、え、なんだろう、え、人見知りの集まりなの、どうしたの、会話が弾まないあまり、いや、あのね、せいさん、あなたほんま人といたらマジ喋んない、喋んない、なんでなの、どうしたの、わかんない、そのなんか、人間不信ってこと、あんまり人といるの好きじゃないですか、うん、2人までだね、やっぱり、あ、1対1がいいってこと、うん、あ、分かるかも、あ、そうなん、2人でいた時はモラハラしてたって聞いたけど、されたモラハラを、してないなんかすごい、始まった、政治のモラハラ始まったってリリーさんが言ってたけど、してない、されてない、うん、されもうされたっていうことも感じられない、モラハラ、セクハラ、セクハラ、パワハラと、どうも、さあ、ごちそうさまでした、何もしてない、何もしてないんだ、そう、まあ確かにあのこれね、この距離感のコメントが見えない人がほとんどいる、そうだから余計ね、みんなあのこの人たちはあれになるんよ、静かになるんよ、コメント読めないと喋れない人間になっちまってんだよ、うん、いや私本当に好きだから緊張してるんですよ、ガチで、で本気で好きなのね、本気で好き、本気ね、うん、ガチで付き合いたい、付き合いたい、うん、まあとりあえず距離は縮めたいってことね、うん、OK、 じゃあその方向です、もう眠いんだね相沢さん疲れちゃったもん相沢さんと友好関係一番ね、距離感も近く入れるタイプだからね、あれ5階なんでしたっけ、うん、5階の501、うん、もう5階じゃない、5階じゃない、うん、ダメ、言ったら言ったらダメだよ、まだないっすね、裁判されるよかったな、ほんと、誰が面白かったの、で、今日の配信見に行ってた、あ、見てたの、最高でした、え、相沢は好きなの、うん、え、じゃあコラボしようってやつすんの、え、全然2人で、うん、あ、そうなの、へー、そう、リスナーも絶対やめてって言ったもん、あ、全然、うち、そういう人いない、いや、いたとしたら、あ、大丈夫、それ大丈夫ね、うん、OK、帰りますか、帰りたがりだよ、疲れたんだよ、マジで、じゃあ、これいい、もうこれはダメですね、ダメなの、返してこれ、あの、送ります、お悩み、何がないんだよ、送るって、ね、まだ配信するの、車で充電できんじゃないの、歩かない、あるでしょ、車が分かんない、だから1時間ぐらいかかるかもしれない、うっせえやろ返して、俺の商売道具買えばいい、確かにやだよ、ちゃんとしてるやつ買えばいい、ダメだよ、これいいやつなんだよ、
気に入ってんだよ。買えばいいじゃん。やだよ。高いね、これ。いくらすんの？6,000円すんの？さっきの1枚じゃん。さっきの1枚。払え。これはダメ。でもこれは本当に誠司さんと今日飲んだ証になるんだ。ダメ。電池パックはダメ。これは自分の使って配信者でしょ。なんで持ってないの、電池パック。配信者じゃないかも。コーナえ、ここ本当に車掌嵐だった。車掌嵐だったの。嘘嘘嘘、会ってなかったです。あ、普通に会ったんだ。会ったと思い込んじゃった。あ、バカだね。さあ、ギリギリまでしょ。ギリギリまで食べな。俺でもやっぱり今日解決したよ、俺。せいさん、俺解決したよ、今日。解決した。アイザーの件解決したい。解決したい。だから、うん、行きたい。行きたい、家に。マンス、今から行きたい。絶対ダメ。いや、住所しよう。じゃあ、俺、警察呼ばれる。じゃあ、俺やっぱり我慢できないもん。ダメダメダメ。直接会っていたい。ダメだって。住所送ってきます。いや、住所、いや、だからそれ直接言うと問題だから。まだ任すの。だから、せいじさんと行った、俺は。いや、あかんね。だからみんなで行って。俺はあかんが。いや、もう1万人超えていくと思います。いや、でもこのままじゃ。いや、でもあのサイト変えなきゃね、サイト。サイトニコ生だよ。ニコ生。いや、でも俺ほんとこのままじゃゆるムカついてきたんだ。ダメダメダメ。だって、せいじさんと一緒にいた時も俺の悪口言ってたんだよ、あれが。あいつとか言ったからね。言ってた。言ってたでしょ。俺ムカついてきて、じゃあ直接言ってみるよって俺思うんですよね。じゃあ、ジュージュージュー送ってきます。いや、みんなで行きたい。今から行きます。今から行く。帰るよ、寝てないよ。え、寝て、かん、いや、寝てても行く。不法侵入。うん。はい、入れるんですよ。あれとかないってこと。好きになったでしょ。うん、大丈夫ですか。付けね。テイさんと付けね。それはやっぱやめといた方がいいですか。行くのはやばい。そう、下まで送ってもらうもダメですか。ん、下まで送ってもらうもダメです。もう俺がもうね、信用なくなっちゃうんで。まあ確かにね、はい、それはそう、まあ、確かに、せいじさんの先進用は僕のおもちゃがなくなっちゃう。僕のおもちゃがね、はい、そうか。まあね、いやいや、まあでもそれはダメだ。信用問題、信用問題。でも今、あもしかしたら間から連絡来たら OK ってことですよね。もし見てたとして来たらね。寝てると思って。寝てます、寝てますからね。死んでると思う。あ、そう、死んでる。酢豚に1時間かかったよ。疲れ切ってると思った。君、春巻きに4時間かかってんの。笑ってる。くるちゃんは違うのよ。違う、春巻きに4時間かけたの。あ、そう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 、相手さんはかかっちゃった。うん、なるほど。1時間春巻きにかかっちゃった。うん、やばい。大丈夫か。大丈夫、家族は。え、ゴム、はたこう。あ、大丈夫です、やめてください。キスしてもいいじゃん。やめてよ、ほんと。彼女とくるちゃん、キスしない。いや、俺は殴ることはできるけどね。殴ることはできるけど、うん、そうか。ご飯、いや、ご飯、そうよ、ご飯作ってもらっただけの関係だから、まあ、無理は言えないけどね。そうだよ。じゃあそれもダメか。ダメ。でも普通にうまかったっすよ。いや、もうあと今先に まずかったって伝えない。まずいのって一言も言ってないですよね。ゴミ箱みたいに。それはネットだけの問題やね。うん、普通にうまかったよね、うん、ご飯一杯、うん、いつもご飯食べるのに一杯で食ったもんね。お腹いっぱいだったからね。めっちゃ食ってたし、普通にうまかったよ。このまま終わって大丈夫なの。まあ俺はいいけど、大しくと顕微姉妹。まあそうそう、まあ、彼はもう朝から動いてる活動してるからね。変に巻き込まれても大変だから。帰るか。帰ろう。帰りますか。とりあえず帰りますか。車大丈夫なの、はい、あるの。大丈夫よ、学校的な。帰るわ。ありがとね、せいさん。ありがとうございます。ありがとう。あ、じゃあ俺も行くわ。うん、行きな、みんな。え、どこに行くの。来るじゃん。いや、行きな。何を。いや、俺も一人で来たから。俺も一人で来た。いや、だから俺、二人で一緒に来てた。俺とせいさん一人で全然分かってない。いや、もう付けた雑だから。雑だ、俺。あ、じゃあ、せいさん、ありがとう。ありがとうね。またね。お疲れ様、また。お疲れ様です。ございました。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。さよなら。さよなら。ちょっと、スマホいいですか。いや、大丈夫です。いや、二人きりするとかしないんで。いや、だったらこれでいいし。うん。あ、じゃあ、俺、こっちがいい。あ、そっちにする。こっち、来るとこっちがいいよ。
まだいていいの？いていいのって、そんな絶対多分眠いと思う。眠くない、でも関係ないですよ。眠くても配信してない。香川さん寝てきたの？俺は昨日はもう本当もう最悪だったよ。あ、死ぬほど寝る、ね、もうほんまに、そう、それ、あ、お前の腐った足のせいでこっちのアカウント1週間も凍結されない、この腐った小指そうみたいな足のせいで、これでね、クルちゃんのせい、あ、ごめんなさい、クルちゃんのせいでね、なっちゃいました。やばいよね、あんなん絶対おかしくない、暴力的じゃないの、うん、で、もう一回の送って申請もしたら、申請したらさらに厳選に申請した結果1週間ダメですって。クルちゃんなんか飲む、かわいい、すいません、あと、ただいけるんですかね、終わりですか、2回終わったんじゃないですか、あ、もう続きで、終わったんですか、はい、終わったんですけど、もう一回、まあ、いいですよ、いいですよ、あ、じゃあ俺ハイボールください、はい、これ2つとレモンサワー1つ、レモンサワー1つと、え、だってさ、絶対セブンさん配信上でベタベタされるのとか嫌なタイプじゃん、はいはい、あ、まあそうそうね、うん、だからむずい、どういうこと、話しを考えてる以前にもう無理だ、ハイボール2とレモン1です、違う違う、どういうこと、ハイボール2つとレモン1、あ、そうです、レモン1、はい、いや、配信中でベタベタされるのは嫌だとかそんな問題じゃなくて、もその配信を考えてる時点で俺無理だ、え、どういうこと、じゃあセブンさん嫌われたくないからってことよ、うん、そのどういうこと、本当は自分はもっと好きな人にはグイグイ行きたいけど触ったりしたら嫌がられるから、まあその どういうふうに自分のことをアピールしていいか分かんないってこと、そのネタじゃなくて、それ本気で嫌われたくないからやってないってこと、そう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 、だって別にネタだったらこれベタベタ触った方が閲覧も湧くし、いいんだけど、チックしてるんだけど、え、チックでね、チック、俺マジでチックショーマンさん、そうなの、すごいストレスで、うーん、でもクルちゃん01よりひどいのよ、あ、そうなの、マジでひどい、クルちゃんでいる時だけ少ないじゃん、お前はバカか、ずっと出とる、出てるぞ、マジひどいっす俺、そうかな、病気全然大丈夫だと思うな、すいません、気持ち悪くて、え、そう、首のパクってやつ全部俺、え、そうなんだ、もっとひどいっすよ、ちょっと意味わかんない、初めて聞いた今、うん、マジっすよ、そんな全然気づかなかった、うん、本当に俺ヤバいんだよね、ヤバいんだよ今、わざとやってますよ、ね、わざとじゃないんだって絶対わざと、マジわざと、そんなことないよ、いいだなぁ、あの、うん、ストレス、めっちゃストレス出る、疲れとかストレス出ちゃう、これ何がストレスなの、いやもうなんかさっきのワードとか、ああまあそうね、いやでもマジとか疲れもやばいです、疲れで出るの俺え、全然寝てないよ、3時間ぐらいあんま寝てない、朝ちょっと寝たな、あの会話が一個に弾んでないね。だからなんか何を話すみんなの。いやもうこの時間なんで。いやなんかもっと。じゃあクルちゃんはガチでほらそのいいと思ってるポイントがちょっと少なすぎるわ、そうなんだよ、信じられてないよ、いやでも、もう配信上で言ったらネタになっちゃう、それすらも、いや違う、いいとこは別にいい、男芸になっちゃう、違うな、はい、いやいやいや、いいと思うところやね、どこどういうとこファンかっていう、でいつも散々さバカだバカだセブンはバカだって言ってたわ、言ってるでしょ、それは何なの、じゃあ気になってついついいじりたくなっちゃうみたいな、え、でも本当はバカだと思うの、人望下手すぎるよ、お前に言われたくない、それが人狼下手すぎるとこは好きになるポイントで、あ、それは可愛いみたいな、でも私の方がそれは上手いと思う、申し訳ないけど人狼は上手い、うん、そうだよ、なるほどね、僕 B 型っすね、 B型どう、B 型なの、うん、あなたは B 型なんだけど、性格は O 型って言われるんですよ、あー、 B 型いいね、 B 型いい、いや、俺はその交換してない
血液型を。いやだって血液聞いてくる人ってじゃあ君と乳首見せれるのって話なの。どういうこと？乳首より下のことを聞いてきてるからね。いや違う違う違う、別に血液、乳首の下のことは聞いてないじゃん。乳首の下ただ単純に血液型は何型なんですか。いやそんな俺はね、俺はそんなね、奥底の方が聞いてない。前がキモい。めっちゃ力出てる。そうだからそういう、ね、肌の色とか肌の下のことまで聞いてない。別にただ単純に何型なんですか。うえ付き合ってるでしょ。いやいや、あのそうやって俺をネタにしてよきやってるわ、付き合ってる。え、何型なんですか。今おっぱい触ったでしょ。いや、やめてよ。口を拭いたやつ、これやめてよ。口からこぼれてるって言うから好きも俺 B 型かな、典型的に。典型で B 型かな、全く分かるわ。だから、でもお前ってガチでガチで、でもあなた何型なの。え、何型だと思う。 AB 型一番拒否反応もそう。え、じゃ何型ならいいですか。俺は O 型だね、やっぱね。O 型が好きなの。好きとかね、血液型で俺反応したことないから。あー、なるほど。え、一番長かったのが。いや、覚えてない。あ、覚えてない。そんな気にしたこともない、血液型。まあ、確かにね。だって、どの血液型関係ねえと思うんだよ。まあ、確かに。そもそも、うん、でも、A 型っぽいよね。A 型です。あ、やっぱ、純 A だ。え、もう、キモいんだよね。何が？4個の血液型だけで、うん、そこに、なんかこう、自分は行くのは。わかるわかる。そう、日本人ならであるんで、ね、らしいね。血液型とか占いとかって。占いもそうなの。しょうもないと思う。アウシュビッツが好きなんだって。誰それ。誰って。アウシュビッツ収監所っていう。誰じゃない。ドイツの刑務所、収容所。あ、まあそう、収容所でいいのかな。なんで好きなんですか。好きとは言ってない。興味がある。見に行きたいな。見に行きたい。あ、へえ。なんか刑務所入ってたんですか。刑務所入ってないですよ。カズラ君は刑務所入ってない。そうなんだ。少年でしょ。あのね、これ、これは本気で訴えますから、ね、少年入ってない。少年今入ってない。火災だけ。少年は火災って言ってません。前科はユイガを殴った時だけしかついてません。カズラ君は、その火災行った時は、レイプ。バカか。やめろ。レイプ。ないない。完全です。女の子を無理やりしたことはないです。それはもうはっきりと。ないです。女系で犯罪をしたことない、うん、だから唯一の前科はユイガを殴った時だけ。あれどう、あれ捕まったんですか。それはあれはなんか障害、どっちか障害だね。兜合わせみたいになったじゃないですか。そうそうそう、あれが障害。あれはお互い出したんですか。いや、向こうは殴って手出してこなかった。向こうは出してきた。で、向こうはガーって近づいてきたから。あ、違います、あの被害届。あ、そうそうそう、出したんですか。出した出した。で、あれは書類、不起訴ってこと。いや、あの起訴されたけど、あのその簡易。え、起訴されたってことは留置所行ったんですよ。いかないから、だからそのまま、なんていうの、あれ、簡易。俺もよくわかんないけど、罰金で終わったんです。罰金刑なのかな、あれ。あ、そう、罰金刑、罰金刑。15万ぐらい。そうそうそう。罰金刑ってあれは起訴されたわけじゃないんだ。略式起訴。今から行きますよ、言うだけなのに。スーツケース使うからですか。じゃスーツケース行くしかないから。死んでるか。まあでもそうなったんですよね。そう、ゆうがさんね。かがさん、ちょ、足ちょ、待って、どうする、どうする、で、あと気になる、あ、しゅうさんと部屋の掃除とかできますか。お前がしないと。え、あの掃除できるタイプかな。実家なのよ。あ、実家なんだ。するけど、どういうこと、しないってこと。できないってこと。できないタイプかな。いや、俺はしても、全然するってか、全然するし、できるんだけど、うん、その聞いてくるってことは自分がしないからやってくれっていう盤面整理になる。あ、逆です、逆です。これ相性悪いな。相性悪い。あ、私掃除しか特にないんで。この人掃除できん。男の家に転がり込むっていうか一番最初に入り込むその手口が掃除しましょうかしかない。それしかない。いや、そのナイスで100万稼いだんですよ。掃除の、掃除で。そう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 、掃除で。どういうこと。で、人の家の掃除をしに行くってのは得意で、特技が掃除しかないのとか。見ずにはもうそうだし、100万稼いだ。じゃあ俺が掃除できないのがなんか嫌なの。いや、だから掃除してあげたいなみたいな。あ、じゃあダメじゃん。え、なんで。俺は自分でできるもん。できるし、そのなんかなんだろうな、別にやってもらうのは別にいいんだけど。あ、やってもらうのも OK なの。やってもらうとか普通にやっててほしい。だから今の聞いてくるのを整理とするとやれねえやつかなみたいな。いや、もう
掃除するんすか、汚い人なんすか。私やれます、やれ、私はやれないんだけどあなたやってくれますかみたいなの聞こえてる。いやいや、もう全然俺できないわけじゃないけどやってくれるんだけど。やりたい。大丈夫ですか。いえ家和室なんすか、仏間なんすか。あ、うん、いつも配信してるところ。でも全然なんでも。いやでも無理っすね。自分の空間で掃除されたくない人もいるから。いやいや、全然やってもらって構わない。ああ、そういうタイプなの。実家だからだけじゃないの。実家じゃなかったら呼んでるやろ。実家に呼ぶのが気まずいだけじゃないの。ただそれだけじゃ、そんな別に実家じゃなかったら呼ぶでしょ。なんだろう、呼べるの、あそこに。いや、俺クルちゃんを傷つけたくない。ならないって。いや、違う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 。傷つきはしないけど、うん、え、セブンさんって家、実家だけ。そう、実家だけって。え、なんか昨日、香川さんが、はいはいはい、大阪に家あるみたいなこと言ってるか、コメントやろそれ。コメントの家があるから。え、じゃあ昨日2人でどこに帰ったんですか。2人で飲みに行った。それ飲みに行って、この、んで、で、俺は車に帰った。川君は家に帰って。え、なんか、あ、飲みに行った、あ、そうなんだ。そうそうそう。いや、セブンさんが疑ってしまうのはわかるけど、マジで、まあ俺も別に、ちょっと俺も頭のせいで分かるんだけど、二人は、まあ、この人は俺ガチで分かるけど、あなたが本気なのかどうか分かんない。いや、本気で嫌がってるかどうかも分かんないし。来るだろ？うん。いや、放送的にも、なんかこうやって、なんかもし本気でこの子が攻めてきたときに、受け入れる気があるかどうかって思う。ないっすね。ないんだ。ダメ。俺ないっすね。可愛いっすけど、うん、ないっすね。ネタでもなくて本気で付き合ってほしいって思う。ないかな。俺じゃない方がいいと思う。それなんでなの。あ、なんか言ってたな。あ、俺じゃない方がいい。子供がいるから子供を任せられないみたいな。いや、それもあるかもしらんけど、いや、そこじゃなくて、もう配信やってる人だから。いや、嫁さしといて。いや、それは無理や。人生全部俺が責任負わんだから。今俺は無理や。じゃあもうリスナーさんしか無理ってこと。いや、俺一人でいいってこと。あー、一人。俺が自由人なんですよ。ああ、まあね。なんか彼女と付き合ったら放送のことも考えないといかんのかなと思っちゃうし、彼女を息苦しくさせちゃう気がする。確かに配信者同士って難しいですよね。彼女は一人の方が絶対面白くなるもん。ならない。全然思わない。俺といても数字なんか保てへんし。全然思わないですよ。必要ない。え、それは考えてるの自分じゃん。うん。それは考えてなかったけど。そう、考えてないですよ。なんか将来見えないです。え、でもなんか家庭に入ったらめちゃくちゃ良くなりそうじゃないですか。仕事も別に真面目そうだし。いやいや、その向き不向きがあって単発で入るならね。相沢さんより料理下手だけど。下手かな。いや、ちょっと、うん、え、じゃあもう、あ、セブンさんが名古屋行ったらもう忘れます。僕名古屋行くんで帰るの。それはもう絶対諦める方向になるやつ。忘れない。どう考えたら帰るんだ。いや、早いな。諦めな。そういうことやね。そんなもんや。いや、俺は、まあ、結構本気やと思ってるけどな。いや面白がってネタにしたいだけでしょ。違う、いらんねん。いらんねん、これ箸あんねん。うん、いや、戻したもんもうあんま食いたない。いや箸でもええねん、俺食べんねん。自分のタイミングで食うから。大丈夫、自分のタイミングで食うよ。絶対もう食べて帰りたいねん。いや、ちょっと待ってよ。そのなんか帰るにしてももうちょっとさ、あのなんかほら、あ、すいません、ありがとうございます。だからこれ先っぽが。可愛い。うん。みんなどう思う？はい。手洗ってないですね。この子はだから。今加賀君は俺のチンチン送った。先取り行ったの。うん。チンチン触って。あ、じゃあ俺今ディープスが。セブンさんのチンチン送ってる。いいが。やるよこれ。セブンさんのチンコ好きだったら。え、これは何なの？その
どういう風にするなんかさ、もっとちゃんと長くするのはいいんだけどさ、俺 もう普通に飯食って帰ろうと思ったの、うん、かるよ。勝手に来て、落ちどころもない状態もズルズルやって、香川さんだったら全部まとめれるかなと思って来てもらったんだけど、なんもないじゃん。だからホテル行けよ。だからリスナーさんマジ困ってて。いやだから行ってほしいわ。行ってから行ってほしいわ。なんなんこれ、落ちないって思ってるよね普通に。一緒に帰ります。帰りな、マジで帰りな。いや、俺は大丈夫。今の落ちどころ俺じゃないから。あなた、ね、田川君と一緒に帰って。いや俺はね、クルちゃんの家はもうさらせない。クルちゃんホテル行けるでしょ。いや行きましょう。じゃあ、いや、いかん。じゃんけんやります。じゃんじゃんけんとかでそんなことかわいそうでしょ。そういうことはダメですよ。かわいそうでいい。あと、じゃあ LINE は交換したの。いや、まあ、してないけど。それくらいしたの。いや、いいです。いいの。もういいって言ってるから。まあな、でもなんか酷だわ、うん。まあ別にクルちゃんも付き合う、すぐ付き合うとかじゃなくて、ちょっと仲良くなりたいから始まったからな。それさも断るんだから。この話付き合うじゃん。ガチで。それぐらいいいじゃん。いいっていうか仲良くなってほしいけどな。付き合います。昨日もなんだかんだ言って、あのクルちゃん呼ぼってたの。この人、あのマルミンの店行ったやん。この人がずっと呼ぼって言ってたんだから。そうやで、なんだかんだ呼ぶって言ったの。そうやで。付き合うじゃん。これ、いいよって言ったら、いいよ。バーカーって始まるから。ああ、まあ、それはそれで。おめえと誰か付き合うかよって言われるから。どんなメンツでも笑って会話してるクルちゃんで貴重だよねって。ああまあ確かにね、そういう協調性はあるのかも、うん、家だと無表情だよ、うん、常々人生つまらなさそうだもんな、うん、なんか不幸そうに見えるよ。確かに、うん、ブラックサンダーの社長に謝れよ。もうちょっとニコニコとあそこに入ってたら幸せになれるんですって、広告塔になってほしいな。あ、聞き上手って。確かにな。でも なんでマジでさ、いきなり男芸やろうって言い出したの。その意味が分かんない。やんでるのかもしれない。やんでるのだから、なんか毎日人狼してたんですよ、まあ、私が一方的に合流させてもらって。はいはいはい。なんかそしたらね、あ、こうやって大阪で会う機会もあって、うん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 、かっこいいみたいな。ああ、実は会ってみたらね、うん、うん、じゃあこれ笑ってんのでネタだと思われるけど、まあなんで嘘っぽいんだよ。なんでこれでも ガチで言うと俺が騙されてるだけなのかな。いや、ネタだ。昨日までコマイコマイって言ってたのに、コマイとの顔全く違うし、コマイコマイくんかっこいいっていうのは俺なんもなくないですか。いやだから俺昨日何回も聞いたんですよ。本当にコマイくんかっこいいと思って。いやだから目の前で言えないだけじゃない。恥ずかしい。いや恥ずかしいからじゃないの。それはおかしいよね。なんかおかしい。なんか俺なんか匠っぽい。なんでだよ。なんかもうなんかすごい保身に入ってる気がするわ。どういうこと。匠っぽい。何が どういうところが匠っぽいの。なんかそう、今後のために取っとくみたいな。そんなの持ってないけど。だったら昨日の清掃できない。いやこれ俺も分からなくなってきて、確かにこの反応はなんかネタにするの。だって昨日だったら分かるんだけど、昨日からガラッと変わってんだもん。おかしい。だから昨日は恥ずかしくなってて、いやこれちょっと待って、また俺がこれなこと言ったら。いや私昨日おじさん無理って。違う、だからもう帰ってしまうから距離を縮めるのは最終今かなと思って、まあそういうふうに言ってるだけなんじゃないの。いやネタにしたいだけだったら別に放送で言えるじゃん。実際わざわざ会いに来て言うか。今日しかもう近づけるのがないと思ってることじゃないの。いや誰でもいいわけじゃないよ本当に。好きなの。それはなさそうだけどな。じゃあマジでそれじゃあガチで、じゃあ1時間だけ一緒に2人飲めるからどうする。いやもう今日は無理っすね。なんだもう、なんだそれ、いいやそれぐらい疲れてるから。ダメなの。絶対ダメなんだ。そうなのね。仲間、いやだからそう、すぐする男と好きになる男は違うでしょ。だからこれはまあ正直な話、中村とかやったのは数字のためって言ってたもん。
の数字と。それは中村君は、うん、ガチで数字って言ってんだから、そこはもう切り分けてない。何がいいのか分からんすよ。まあ、俺は分かるけどね。何が？いや、まあ、男としては別にまあありですよ、それは。当然ながら。じゃあ何が、だから何がいいの？今までの、じゃあこの子が選んでた男性の中で言えば、もうそういうのありありじゃないの。一番かっこいいと思う。ああ、そうやな。逆にそこは疑われるぐらいのレベル来たな。いや疑われ、いや今までそんななんかブーバーか選んできたのに、いきなりいい地形を選んで。でもそれって外見だけっすよ。え、だから中身を。中身なんて正味知らなくない？だから昨日とか会ってみてたら。なんだろうね、気使うな。うん。わざと、そう、またディスってくれたりとか、はいはいはい、それポイント高いよね。すいません、ハイボールもらっていいですか？ハイボール、はい。1でいいです。1でいいです。いや、配信者だからさ、それは確かにさ、あのこの放送上で言われたらちょっとそうなるのは分かんないけど、まあ、俺はクルちゃんを見てて、まあ、そこまでその冗談じゃないんだろうなとは思うけどね、遊びとじゃないというかネタではないんだろうなとは思ってるけど。でも俺初めてかもしれないです。どういうこと？俺めちゃくちゃ可愛いと思うんですよ。じゃ真剣に思ってる、本気で。いやマジでそれは正直言っていいです。マジで言っていい？ガチで。これマジなやつ、うん、本当に俺めっちゃ可愛いと思うんだけど、俺いつもだったらすんなりじゃあ付き合うってなっちゃうんですけど、ならんのよ。あ、なんでだろう。いや過去とかじゃなくてなんかならんのよ。可愛いとめっちゃ思うんだけど、ね、俺付き合いたくないんだよね。まあ別にじゃあ付き合わなくてもいいじゃん。さ別に付き合う付き合わないはまあ置いといて、なんだろうね、もう一歩進んでみたらいいんじゃない。やばなんだ。いや諦めない、早いよ。早いだろそれ。なんでダメなんだ、まだいけるだろ。リアルの後輩じゃないよ、ゼロワン君は。全然。ああ、そうそう、そういう地元が一緒で、暴走族入ってたっていうので、ああ、はいはい。なんかその、下みたいな。へぇー。なんかさ、なんか僕ね、いつも嫌いなのが、はい、誰々のお風呂みたいなのがマジで言葉嫌いです。ああ、わかる、わかる。だって、どいつもこいつもお風呂じゃないですか。全員ね。うん。そこはちょっと違うわ。まあ、そこのセンサー俺してないわ。うん、なんだろうな。まあでもあなたみたいに精査とか盤面とかいうことも分かんのこの子ぐらいしかいないからね。それ合うこと、それ誰も合わないでしょ。可愛いと思うんだけど、なんか偉そうになっちゃうのやめよう。うわ、いけ、うわ、うわ、うわ、クルさん帰っていいですよ。うわ、アイザーブ、うわ、え、お、帰らすのか。アイザーさんね、行きます。帰らさないだろ。起きてるんだね。うん、だから行く。え、セブンさんじゃ選ぶってこと？どっち取るの？相沢さんが好きです。え、いや、来るでしょ。クルちゃんの家行くでしょ。相沢さんの家行きます。え、相沢の家で行くの？相沢さん餃子焼けを食べます。餃子焼け、ありがとうございます。餃子焼け、餃子焼け、餃子やばいらしいです、この店。いや、知らないの。裏メニューっす。裏メニューじゃねえわ。で、なんか、ちゃちゃお客さんが言ってたんですよ、マッチ。餃子ありますかって言って、ほんまやね、ね、ね、兄さん餃子ないですって。マジですか？ないんや。作れませんって言ったんですよ。ないですもん、今日。あ、で今日は、ね、さっきお客さんがめちゃくちゃうまいっすよ、ね、これ求めに来たんすよ。あ、じゃあ3人前でお願いします。食べます。はい、ありがとうございます。餃子あるんすよ。ちょっと時間かかりますよ。はい、あの仕込みあって、鍋2つしかないから。さっき断ってましたもんね。そうです、そうです。あ、それ食べれるんすよ。いや、おすごい。俺、ヘブ、ヘブ、カロト、俺いいね、ちゃんと土下座して。いやいや、壊してくれて餃子ありがとうございます。いやいや、まあ俺のおかげだな。すっごい。展開なくないもん。じゃあ、あのさ、今のが一番の展開やで。なんで今、こっちに行かなかった？何が？いや、今のクルちゃんの家に行くべきだろ。クルちゃんの家に行けん。それは俺は家には行けん。鍵、はい、鍵返さよ。鍵、鍵、無理だ。鍵、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 そういう芸できないし、やれない。大事にするとかするけど、さ、無理や。え、ヒロキ、聞くの？もういいや。まあ、いいね。あ、数字がねえから。あれ、数字ないやつだ。何？あれ、もしかけてることも気づいてないやつじゃん。
放送聞いてるだけで気づいてな い, ない気づいてないよ、山の酔っ払いすぎてこれやばない押しちゃったやつですよ、絶対押してるやつだな、これ気づいてないんだよ、これ絶対落ちて落ちてって周りが見てて知らない、大丈夫か知らない、落としガサガサ言っとるぞ、ガサガサ言ってるね、どうしたんだろう、これこれよってやっぱボタン押しちゃっとるっすよ、見てて、これ本人よ、サポーター2万8000人だから本人だ、うん、あげときますか、じゃあ、うん、まあ、いときたいね、ゲロ入ってます、嘘ですよ、人4名さん、え、なんてなんて生きとったのに泥酔してるでしょ、ありがとうございます、一言だけ、一言だけ、あ、一言だけ、はい、あのもう、まあ、あのでいいんじゃない、なんすか、黙っ、俺が喋ってないから黙っとけよあ、大丈夫だ、繋がってるの分かってんだ、どうぞ繋がってるの、ずっと分かってるキャッツ音しか聞こえなかった、俺バサバサ言ってるだけだったね、今なんだあれ、しょうがない、会いました最近マガリンと、会って、会いたくないっすねあいつ焦ってるんですよ、そうなの、はい、あのバカ俺がいなくなったじゃないですかと、うんうん、で数字出したんですよ、うんうん、僕の数字持ってったんですよ、あ、そういうことね、で、俺帰ってきて、数字ないですよ、あー、そういうこと、焦ってるね、あのバカは、でも、セブン、そうや、だからセブンさんとバファリンってまあ、同じ位置っていうか、立ち位置的にも結構近いとこありますよね、いや、全然違う、TJ と仲良くて、全然違う、やめてください、一応そんな突っ張れるクソ、滑りゲームとか、あー僕は座ってるだけで数字出すんですよそんな成長したい、あいつは猫がいるから、ああなるほどね、猫がいなければあったら屍さ、ね、ああまあ確かにね、ゴミくずも、うん、だからあれ多分今ネットで一番検索してるのは同じ色の猫の見つけ方ってどういうの、そうです、猫が死んじゃうとダメだからずっとリンリンとランランをその育てるためにずっと同じ猫を飼い続けて30年ぐらい同じ猫をそう死んだら次新しいリンリンを連れてきて、それしかだから数字保てないです猫の、まあそうね、猫じゃ山の、ああそうね、ずっと探してるんですよね、ずっと同じチャチャと、何アイザーさん、どこに、アイザーさんコメントしなくない、セブンさんって言ってる、どこ、どこに、どうしたアイザーさん、あげます、あげます、いやでもなんか言いたいんじゃない、じゃああげます、いいですか、なんかいや同じですよ、ごめんなさい、ふわっちの人、こっち猫の清潔にしてください、ね、猫のが上がってくるんで、すいません、申し訳ないです、配信中に、本当ごめんなさい、本当すいません、セブンさんのことは本当に尊敬します、尊敬するってあの、その横のデブと喋らせてください横のデブって、クルちゃんおい、言われてんぞ、おい、しゃべれ、しゃべれ、しゃべれ、隣のデブの、おい、黒の服の、お前っちょ、お前おい、黒行けよ、おい、言ってんの、お前、言ってんの、黒、セブンさん、本当にお会いします、すいません、本当に申し訳ない、あの、自爆やってる時に、申し訳ないです、自爆やってるの、やってるなら、こっちも何、すいません、申し訳ない、このデブと喋らせてください、香川さんってこと、香川さん、香川さん、香川さんです。あ、ごめんなさい、香川さんです。何ですか、はい、え、香川さん、はい、え、香川さん、何すか、何すかって何よ何言いたいんですかね、いや、わかんない、なんか言いたいやったらしい、疲れてるんですかね、疲れてんのかな、多分、もう今一応ね、猫は一応ストック3匹ぐらいいると思う、相沢さんがずっとなんか、相沢さんはどこにいんの、相沢さんもう帰って大丈夫です、もう帰ってる、俺帰るところはもうないもん、じゃあ分かった、じゃあ俺思ったけど、ね、え、じゃあ相沢の家なら行けるんでしょいや、セブさん一人で行ってくればいい、え、いや、
これは俺は俺そんなやったことない。俺だから相沢俺ね女芸やったことない。やれないよ。芸じゃなくて、わかった、こうしよう。じゃあくるちゃんセブンさんの好きだろ、うん、じゃあ相沢の家で同じ料理作ったよ。どっちが手際よく作ったとか。科学も行きましょう。え、俺多分殴っちゃうけどね。俺も殴るよ。いやいや、なんだよ。だから同じ今からじゃあ4人3人で行きたい。あんなわけのわかんない細い細い廊下についたあの一口コンロでどれだけ料理ができるか見せてやったらいいじゃん。そう、違うよ。今からすぐ炊くんだ。いや俺はもうそれはダメよ。何が？いやまた逃げるじゃん絶対。トイレ行くとか行って。いやいや、これは相沢さんちに4人で3人で行くんだったらええっちゃう。それはあの俺のみんなで俺の意見だけじゃないから、このバカの意見だから。あ、そう、ほら、そう、どう？クルちゃん、セブンさん行くって、ほら香川くんもやる。いや、俺は入れないちょっと。いや、そんなん無理やで、そんなん無理や。なんで？いや、それセブンさん、そこは行った方がいい。俺も無理、疲れてるから。香川さんが全部縄を持ってくれるんだ。いや、もう今、俺はもう無理や。俺、配信切りたいんだよ。いや、いや、クルちゃんに作る。配信切っていい。クルちゃんに作る。クルちゃんに作らす。だから、クルちゃんでいてほしい。いや、これが、俺は本当これお願いします。俺がやってほしい。俺やってほしい。やっと二人でやってけん。カワくんも行ったらいいっちゃう。俺は行か、じゃあ近くで待ってるから。いやいや。お願いします。じゃんけん。これは男気じゃんけん。いや、俺はダメって言ってるから。行けます？いや、セブンさん行けます？マジで。クルちゃんにやらしちゃって。やりたいよ、こいつも。戦いたいんだ。いや、それをまとめるのはカワくんしかいないんだ。いや、俺は見て、だから見とくから。ちゃんと見とく。俺は近くで待ってるから。俺待っとくから。倒れてよ。めまいしたもん。俺は行かないから、二人で。めまいした。休ませてあげて。じゃけん、カグ君がやってくんない。あとはなんでやる。俺配信切るね、一回疲れて、あとカグ君と。あ、なりすましか、こいつ。あ、一人しかいないから、なりすましだわ。なりすましか、なりすましだわ。やばいわ、なんだそれ。俺放送切るわ。いや、じゃあ俺も切るよ、カグ君。いや、そっちつけて。俺はもう配信切るから。エリンギデータ譲り合い。ちょっとつけたね。やらないよ。だって配信会で来てって言われたもん。配信つけていいんですよ。クルちゃんつけていいの？つけねえ。つけていいって。やだ。私も疲れたよ。ずっと今日見てたもん。偽物、本物に、本当に偽物なの？わかんない。偽物って言ってた。閲覧がダメ。いや、クルちゃんの方が撮るから。うん。アイザーがもし行ったと、アイザーの家行っても、クルが撮るから、一位。大丈夫、こいつにリスワンなんか撮らせない。俺が全力でクルちゃんを撮らせます。クルちゃんのが撮るよ。やってよ、あと、二人で。あ、二人は無理だから、セブンスたちが無理だっつってんじゃん。体調悪いんだよ。俺も。本物やって、こいつ。厚かましく、ね、あのコメント書いてきて、気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。気持ちいいでしょ。うん、え、ちょっと待って、ツイッター飛んでみろ、ちょっと飛んでするわ。え、これ待って、ツイッターは本物なのにサポーター1しかいないの。やばないこいつ。え、ってこと？サポーター1人しかいないんだけど。どういうこと？電話来た。もしもーし。はい、くるちゃん。もしもし。うん、くるちゃん。あのさ、別にあいささん、ちょっと、あいささん、ちょっと待って。あ、本当ですか。とってもいいけど興味があったで取れねえだろ、お前は。クルちゃんの横興味がねえじゃねえんだよ。マジで無理やからさ、あの来るんやったらもうセブンさんとクルちゃんだけにしてくれへん。あ、わかります。この人マジで無理やから。あ、でも、うん、でもセブンさんマジで無理って、俺が無理だわ。何を言ってんだよ。俺が来てくれると思うなよ、お前みたいな。アホか。実はもうお前は人気がないから取れねえんだよ、バカ。はい。セブンさん、あとさ、はい、あの嫌われ者。ちょっとデブ黙って。そんなさ、はい、あの思わせぶりなことする自分。誰に？な、くるちゃんに。え、思わせぶりなの？どういうこと？え、だから、もともと行く気ないんやったら、あの期待持たせるようなことしたら自然でいいやん。何やってんの自分。そうなんだ、相沢さん。だって今はっきり断ってるやん。あと落ち込めは。だからじゃあくるちゃん家に私が行くか。あー、そうするか。うるせえな、数字の芝居は。もうさ、くるちゃん、くだらん男に頼らんでええって。そうだね。いや、行かさない。いや、行くな、お前。
いや絶対行かさない、綺麗行かさない、こんなやつに、こんなやつに座れんなって、ほっとけこんなやつ、損しかないから。いや損しかねえだろこんなもん、絡んだって絶対無理、やめとけって。セブンさんと飲んだ方がいい絶対。別日にこんなね、厚かましいのよ、絡んでくんなよ。人が楽しく飲んでる時で気持ち悪い、嫌われてるくせに絡んでくんな、嫌われ者が絡んでくんな。はい、いや、誠治疲れ、寝てると思いますよ。知ってるよ、それは冗談やけど。でもな、くれちゃんよく考えや。あー、まあ、確かに、はい。うん、普通にさ、うん、こんなん、こんな二人だよなって思う。別にくれちゃん普通にエッツが取れるし、ちゃんといい配信できるから。いや、違う、そもそも頼ってないよな。いや、閲覧じゃなくて、本当に私セブさんのこと好きなんですよ。だから分かってないんだよ、こいつは。何も。こんなんやったらセブさんちゃんと答えとらんかい。あ、トイレ行ってます。それは私からも行くんやったら行く、ダメなんだ、ダメ。本当に男らしくないね。そうですよね。ちょっとセブンさん、セブンさんトイレ行ってます。この人多感じの時いつもトイレをね、一番最初もさ、私帰る時にトイレをしてさ、後で人がトイレ入ってる間に帰るのが非常識やとか口切れ取ってる。ねえ、ずるいよねセブンさん。ずるいっていうか、てかくるちゃんさ、私ほんまにずっと我慢してたけど言っていい？はいはいはい。男見る目だけどうかしてるって。いや、セブンさんはマジでかっこいいと思いますよ。いや、もう全くやったわ。まじだから何失敗するね。いい男見る目やしないんや。え、じゃあ、相沢さんとは好みが合わない。え、それはそう。だけど私くるちゃんも好きね、くるちゃんのこと好きやし、うん、あの全然あれやけども、ほんまに男見る目ないと思うで。いや、セブさんかっこいいけどね。何、じゃあどこが好きなの。だってシングルの、どの家にシングルのぐらい入ってるのとかね。っていうか、いや、洗い物し、自分が幸せになってから言えよな。男誰一人として寄ってくる男もいない女が何言ってんのこいつ。厚かましいんじゃんお前な。40にもなって結婚もしてないバカな女が29歳の女にごちゃごちゃ言うなよお前。お前が幸せになってから喋れよ。カス気持ち悪いわお前。お前何も結婚も何もしてへんやんけ、彼氏もおらんやんけ。なあ、ほっといたれよ。気持ち悪い、何様なのこいつ。意味わかんねえよ。いや、さすがにダメだろ。いや、風景じゃ、さすがに、いや、なんでもっと言い方したかったの。川崎、ちょっと静かし。え？いいの、いいの、いいの。まあ、大体いつもやってるからね。めっちゃ落ち着いたわ。安定剤みたいな。まあ、そうだね。うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。安定剤。めっちゃ落ち着いた。どうしたの？何、喧嘩してたの？いや、ボロクソ言われてたから。なんか男見る目ないって言われて、え、男見る目ないっていうことっていうのは俺のことっていうこと。え、相沢さんは俺のこと言ってんの。そうやね、ちょっとよかったな。そう、このラインって相沢さんの悪いこと言ってないのに。え、その男見る目って洗い物もしようとしてたし。いや、じゃけんお前、相沢さんってその敵を作るんじゃん。なんか俺は無駄叩きしてないのに、そこもなんか自分の数字を求めて俺も叩こうとするじゃん。まあそう、そういうことだから。それ良くないんだよ、ババは。クソババ、お前のスープは何だろう。ケチャップだしかせない。何なのスープは。ウスターソースお湯だろ。キモいな、あれでな、料理作れとんのかお前。しょうもない、クルちゃんの叩くとこねえだろこんなもん。あ、チヂミ嫌いなんだっけ。好きです。あれ、好きなの。ネタです。あ、ネタなの。あ、だからリリーさんのチヂミ食べなかったんだ。腹が減ってないから。ここまで見てるんよ、全部ちゃんと。そう、ちゃんと見てるんだ。最近結構見てる、本当に。いや、なんか知識もあるじゃん。ないです、あれはネットで作った。 YouTube とかで見て、ネットで持ってきたものが僕は知識が作った。本当でもね、人が好きだって言ってる男のことをごちゃ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 、あれがダメだこれがダメだって言うようなやつ、ろくなやつおらんよ。だけどさ、今思うわマジで。なんか俺のこと叩くことないのね、相沢さん。確かにね。いや、結局自分が仲良くするときには誰かを悪く言わないと仲良くできないの、この人は。あー、ツンデレ。そういうこと。いや、ツンデレじゃない。あれだ、すげえ、おー、すごい、うまそう。これはそれ食べてもらうか。いただきます。ここの餃子マジ。え、すごい、餃子ないの。え、これあと2皿くるってこと。いや、これ3人前これで、3人15。あ、熱いの。ちょっと見せあげて。
いや、じゃあ見せる。熱い、気をつけて。熱い県。名古屋弁？九州。めっちゃ美味しそう。九州。美味しそう。裏メニュー。めちゃくちゃ焼き台あるけど。あれ何やってるんじゃ。え、なかっただけでしょ。おでん屋様です。いや、分かってるよ。あなた入った瞬間、酢豚あるの。ないだろ、酢豚。どう考えどこにあるんですか。分からんじゃん。あるかなと思って裏メニュー。じゃあ口直ししたかったってこと。そうそうそう、酢豚の。そういうことな。いや、なんか僕マジで、くるちゃん好きやけど、俺なんか、今はそのネットオーズ帰って2年だけど、はいはいはい、めちゃくちゃ裏切って俺辞めてるから、裏切って。いや、パンって辞めちゃってるから。ああ。で、戻ってきて、それでもなんか、久しぶりって来てくれる人もいるんで。この2年ない？何も。ないっす。女ネタなし。全くないっす。大手出てんのはないか。貫いた方がいい。いや、表も裏もないっすよ。え？うん。子供一筋みたいな。え？それはでもあるし、誰ってもね、ありますよね。ある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 。表は出てないんだ。いや、でも俺は、その、別にその、え？いや別にそれはいいよ。2年間女行ってない男の方が嫌だよな。確かに確かに。なあ、そういう意味じゃなくて、はいはい、その付き合う付き合わないみたいな。はいはい、確かに彼女ネットおろそかにして、そういうのを作ってはないんですよ。ああはいはい。俺は。いやでも定時配信ずっと続けてるんですか？まあ基本続けてる。え、すごい。ずっと。ちょっとあのツイキャスの通知とフォロー、サポーターのとこ見せて。あ、なってます。ちゃんとなってる。ちょっとセブンさんのとこ見せて。で、本当にやってるの？なってるよ。ちゃんとなってるっす、ツイッターサポーター。え、どうやって見るの？セブンさんのやつ開いたいんじゃない？なってる。あ、ほんとだから、それいいんだけど、その人のガチじゃん。なんか、俺は今リスナーさんと一緒にいたい。あ、まあマジで。それはまあわかる。マジで。うん、なんか別に恋愛するからリスナーさんが離れるとかじゃなくて、なんか俺が放送ができなくなっちゃう、クルちゃんと。クルちゃん大事にしたいから。じゃあしたいってことね。じゃあ一リスナーとして、ファンとして、じゃあ一緒にいたいのよ。 OK。 でも俺は裏切った放送したから、もともとで帰ってきて、みんながすごい一緒にいてくれるけん楽しいから、僕はそこはできるのよ。わかった。じゃあとりあえず今はそれはできないってことで、ただ一クルちゃんはファンとして頭入れといてもらったらね。もう大ファンだ。でも かわいいからね、もったいないなとは思うよ俺は。僕は自分でもったいない。惨めになってきた。ちょっと、いや違う違う、惨めじゃないよ。俺めちゃくちゃ可愛いと思うし、一緒にいたいな。こんなにな、あの2日酔い大事だから個性。これ顔見てください。これ今こんなね、死んでるわ本当に。使いようでめちゃくちゃしんどくて。分かる。大事だからこそそんなんや。大事だから。そうやね。嫌いね。そのどうでもいいな。相川さんみたいなやつ。まあまあ。死にやこらブスとか出てるじゃん。え、相川さんみたいなやつだったら死にやブスって。死んだ方がいいだあれ。相川さんみたいな。だからね、すぐ飛ばしてるね。なんだあれお前。かが。あ、なんだあれお前さ、めちゃくちゃ言っていいですかお前ちゃん。俺かばってたけど。あれさ、酢豚でさ、なんだ、こま切れみたいな肉。やばい。こま切れみたいな、こま切れ肉。こま切れの肉に、なんか片栗粉が7割みたいな。ドゥルドゥルやったってこと？食べるじゃん、ガサガサするの。うん。鼻から出てくるわよ。ガサガサね。ケチャップね。うわ、酢豚の。殺人現場かみたいな、ケチャップ。ああ、殺人みたいな。あれで飯作れたんだからね。キリにしてますって言うじゃないですか。はいはい。で、俺なんかこうボロボロ出したでしょ。うん、やってた。で、俺片付けたんですよ。うん、これはまずいかなって。経由はめっちゃ来るんですよ。万華が。食事のところでそのババアのあれは、シモはあれ、ちょっとやばいし。ババアのシモはさすがやばいし。やばいでしょ、それ。まとわりついて。うん。やばいな、あれ。掃除機なんかかけてないじゃん。掃除機なかったし。うん。せやさん、ここも出禁になっちゃいますよ。俺昼間足したり飲んでたんだよ。怒られたんです。嘘、なんで？こういう発言ばっかりしてたらやめてくださいって西田って言われたんです。一番安全な何を言っても居場所で言われた。西田で怒られたんですよ。それは怒られる。やばいよね、人狼もリアルもね。できみたいな。人狼もめっちゃなんか落とされてるじゃないですか。人狼僕あれ圧倒できないですよ。あの誘惑農家って。え、もう無理だった。赤バンサーっ
バカじゃん。バカじゃん。それマジで。すいません。なんで？すいません。すいません。ハイボール。ハイボール1つ。2つ。ハイボール。2つで。2つお願いします。ハイボール2で。はい。誘惑のがもういっぱいあるんですよ。あ、そうなんや。セブンにがっかりです。相沢さんのお話を無限にしたのはあんたって言ってる。どうも。誰が言ってます？いや、ここ匿名コメントで書いてある。1017号。匿名1017号。セブンさんが、セブンがっかりですわ。相沢さんのおもてなしを無限にしたのはあんた。これもう完全に俺、もう脳内再生されるけど、これ相沢さん。相沢さんですね。これマジで、ちょっと俺今これ、ちょっと待って、俺ブロックして、相沢がブロックされたら、これ相沢ってことだから、ちょっとやってみようかな。マジで。ちょっとやってみようかな。いや、これ、やってみる。でもやってみて違ったら、あ、やってみるか、一回。やっちゃえ。じゃあ行くわ。どこやった？すいません。待って、餃子めっちゃうまいんだから、これ。めっちゃうまいよね。めちゃくちゃうまいんだから。これだから、米だから。餃子大好きになった。この餃子めっちゃうまい。ブロックするね。めちゃくちゃうまい。これ1017号ブロックしたら、今。ブロック、これブロックしたら、これ。1017号ブロックしたら。これを、これ見てみるわ、相沢。相沢ブロックしないからね。さっきコメント書いたから。書いた。めっちゃうまい。ブロックされてないわ。ああ、じゃあ違う人か。ああ、違ったか。本人じゃなかったか。いや、でもめちゃくちゃ、あれを見て、特徴を得てるね。相沢さん配信してないの？いや、コメントはもうまさにブロック解除するから。アップできるんだ。ああ。でも俺2回。まあ、いいかも、違う。まあ、でもがっかりか。もうしょうがねえな、それは。無限にしたって言うけど。うん。そういうの思っちゃった。しょうがない、そう見られるのはね、うん、致し方ない。なんかどっちに転んでもいいと思ってるから俺は。相沢さんも自分だってネタにされて美味しいと思ってる人だから。俺があの立ち回りしなかったら普通に料理だって相沢さんみたいな人喜んでたよ。ああ、そういうこと。俺がやってる時に、うんうん、笑ってたの、うん、ニコニコ、うん、あの人もやってほしかったんだよ。それを無限にしたとか言うけど、うん、何もなしに料理作られて飯食って美味しいですね、何もなくない？で、中華料理屋に行きたかったんだからね、本当は。あ、そうですよ。住所行ってたか。住所、住所。いや、マジこの餃子うまっ。うまいね。ほんとに。え、タレつけてる。あ、あ、別端末あれ、あのパソコンの方で書いてあるのと放置しといてもよかったかもしんないな。4端末ある。あ、でもすごい、いつも iPhone 買ったりとか。そうなの？買い物ばっかりしてますよね。え、そうなの？うん、相沢さん買い物なんかできないでしょ。結構お金の使い方荒いと思う。金なんかないだろ。え、だってこの前ギリバー来た時も iPhone 買ってましたよ。それはあのメルカリで手に入れたソフトバンクのショップ袋だから50円。ソウルのが高いやつ、ね、そうだ、ソウルのが高いやつ、そうだったんだ。全部ブランド物の袋はメルカリで仕入れてんだよ。え、そう、ダヨの言い方おかしくない？え、普通さ、なんとかダヨじゃないの？なんなん普通って。え、他言って、ダヨ。なんとかダヨ。おかしいおかしいおかしい。それ私ずっと気になってたんだ。また始まった。これね、あの皆さんこういうところがほら人格否定というかね、この人たちが喋り方がおかしいと普通って何なのかじゃん。いや、変わるよ絶対。関西人が言ってる言葉で別に日本語で伝わってんだから普通でしょ。どういうことっすか？全く引っかからないんだよ。私だから宮城で東京だったから、はい、なんとかだよ。宮城っていうところに生まれ育って、うん、普通とか語るなよ。なんか違和感しかないんだけど、分かってくれる人絶対いると思う。なんか言葉の違和感だったら俺が一番ヤバいと思うんですよ。浜崎あゆみが住んでたら西成はヤバいよ。西成はヤバいだろ。なんでよ。西成だ。西成でしょ。西成だ。浜崎、ラーメン。いや、もうそんな無理。パードンじゃないね。パードンじゃないですよ。ラーメンって言わない。ラーメンでしょ。ラーメンはヤバい。おかしいって。俺いつも指摘されるの。ラーメンじゃない。え、地元名古屋でしょ。僕は長崎です。長崎。え、そうなの？東京で飛ぶやん。そうです。は？岡崎でしょ。俺ね、俺本当思うけど、俺さ、カナ君のそれめっちゃ好き。何が？もう、マジでカナ君の。呆れんのよ。意味がそうさ。めっちゃ俺
何の嘘やねんて。なんか人は好き、そのいや好き嘘をついた時にハッてこのめっちゃ好きわ。いやいやいやじゃあ長崎分かるとか言ってるじゃん。でも長崎は親父の地元なんすよ、軍艦島。ああ、あるんすね。あ、軍艦島、軍艦島の目の前に大島っていうのがあって、はいはいはい、そこは親父の地元で。え、そうなんだ。から武田って、あの武田ってさ、武田信玄のイメージあるじゃないですか。はいはい、もちろん。でも、実は長崎の長崎は武田がめっちゃ多いですよ。はいはい、はい、どこ長崎ですか。あ、なるほどね。なんか、なんかの絵とか好き。いや、だから、いや、お前、分からない嘘つくから、どっちなんみたいな。